どうも皆さんこんにちは、オレンジくんです。シーズン2から刀が追加されたんですけど、なんとこんな場所まで追加されちゃったんですよね。これ完全にやってますよね、エピックさん。ということで今回はこの闘技場で剣で 1v1 してくれる敵はいるのかを検証していきます。審判を用意したり、結構細かい設定の中、超神回になったので、ぜひ最後まで見ていってください。では、本編へ、出て！クリエイターサポートは、O、A、E、O、J、なんと、俺たこのオリジナルソング、月道しるべがリリースされました。それを記念して、一緒におしゃべりしたり、フォートナイトができるイベントも開催します。詳細はツイッターや概要欄をチェックしてみてください。歌もいっぱい聴いてね。今日は侍になる日だ。よし、やっちゃうぜ。侍初日、こんな気分。浮ついてんな。浮ついてんな。おい、今から私も剣士だ。頑張りましょう。頑張ろう。まあタコさんはね、ごめんね。何？タコさんは剣士というかレフリーだわ。こういうこと？持ってるね。しっかり準備してきたんで。今回の戦場は、うん、ここやぶさめコーナー、うん、でもこっちに行くんだよ。なるほど。やっぱ剣士というのはね、正々堂々と戦わないといけないから、このねサーキット上で相手の回復も集めてあげるというね。エモいな。エモいでしょ、うん、まずここでねバーッと物資を漁って会場に行くと、うん、さすが懐が深いね。まあある程度は相手のねことも考えてあげないとかわいそうということで、俺がまず2人が降りるのは決闘場付近にあるサーキット。剣士ということで正々堂々と戦えるよう、ここで相手の回復も集めてあげるみたいだ。あ、ここにさチャグタンクあるから一緒にやろう。いいよ、ちょっと待ってね。無理、今向かってるから。ごめん、無理だ。俺の体勝手に陸上から勝手にチャグタンク壊しやがる。やめろ。ああちょっと、本当にやったよ。本当にやっちゃった。やべ、まっこのこのよ、私もじゃあ勝手に一人でスラブタンク開けちゃうもんね。え、待って、なにいらないし、ぷぃー。よし、もういいんじゃない、そろそろ。そろそろいっか。よし、俺の愛車に乗りな。え、そろそろいいと、サブマシンガンしかないよ、私。うん、だっていらないじゃん。え、タコ乗れ。私もやるかもしんないもん。ちゃんと準備しないと、自分の体で。ね、剣士でしょ、なんで銃持とうとしてんの。あ、そっか、忘れてたわ。スッとガンね、倒す気満々だったわ。何スッとガンって。こうしてある程度資材を集めた二人は隣にある決闘場に到着したみたい。オレンジ侍ご入場。ご入場。あ、なんかボットいるな。倒すか。倒すか。いくよ、せーの、バーンバーン。うっとおっぶな。なんだこいつ、剣落とすんかい。しかも確かにこの剣はなんかこうちょっとあのややこしくなるから隠しとく。いや確かにややこしくなる。じゃあここに、うん、こうよ。あ、いいじゃん。でこう。俺さん自分の回復は。いや俺回復いらないよ。これちゃんほら持ってんなよ。お、おそす。無自動に恥じる。ちゃんとほら待機してないと。え、剣を取っていいんだよね。え、もうこれはダメ。バカバカバカ。これダメダメダメ。来て取るところがレスタートよ。あ、いいね。いいでしょ。よし。そして決闘の準備を整えた二人、オレンジ侍も準備万端のようだ。するとそこに、お、来たか。来た。お、ちょっと呼んでくる。呼んできて。お、来た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 。やばい。来た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 。やば。マジ？行け。よし。待って待って待って。剣の練習だ。おい、スタートだ。この野郎お前。初めは銃を向けてきた敵さんだったが、打ち返してこない侍を見て何かの異変に気づいたみたい。そしてなんとおもむろに剣を取り始めた。取った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 。あ、伝わってるよ。伝わってんのかこれ。伝わってる。さあ勝負だ。さあ勝負だ。スタート。さあ始まった。あは。さあ来い。お、いいよ。見れる。お、待って待って待って。ちょっとレッドカードで。レッドカード。レッドカードで。
レッドカードだってます。だからレッドカードもう一枚だって。レッドカード出させてください。あなたはもう一枚、もう一枚失格です。もう一枚だって、もう一枚だって。いけいけ、無料です。やる気があるようだね。いやお、なんでお前お服着てんだよ、防護服。俺は裸だっての。俺ノースリーブだぞ、これ。あれ、なんかここにいるな。あ、レッドカードの子。レッドカード。あ、ショック受けてる、レッドカードの子。あ、ごめんね。よし、ここで構えて待ってるんだ、オレンジさん。すここで。あ、いいね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 。ここだ。そこだ。さあ、来い。さあ、ここに刀用意しとくか。お、来るか。来たか。風を切って。あ、ちょ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 。気を取り直して準備をしていたところに、なんと初手から審判に銃を向けてくる破天荒な敵さんが乱入してきた。さすがにここは拙者オレンジ侍が成敗させていただこう。この野郎、お前怖い。キュウキザミスロンタコ、あレッドカード出せ。タコ、審判やられた。どうも、俺は追撃。ということで2人は再び一騎打ちしてくれる敵さんを待っていた。私始めるときこうやって。あ、いいね。じゃあもっとあの真ん中の方に、2人揃ったら真ん中の方に来てくれる。あ、オッケー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 。するとそこに1人の敵さんが現れる。あ、ちょ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 、あ、反対だった、逆だった。あ、来た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 。ここ、おい、あ、人の剣だぞ、お前それ。おい、人の剣だっちゅうの。まあいいだろう、ここに。じゃあ俺が並ぶんだ。じゃあこっちだな。ここだ。仕方ね、人の剣使いてえのか、ね、取った。オッケー。で、ここに並ぼう。来てるっぽいぞ。行くよ。奇跡的にお互いの準備が整い、審判のタコちゃんが真ん中で試合開始の合図を出そうとした時、悲劇は起きる。行くよ。タコ真ん中に来て。よし、いいぞ。待って。待って、早いって、気が気が早いって。ちょっと待って待って待って、一回待って。でも通じてる、あーでも通じてるよ。ガーリガー、あちょっと待って、島だけど三男ちょっと早いって、気が島だけど、さすが三男まだスタートしてないって。さすが万博三男スタートしようとしたらレフリー殺されて俺の剣取るわ、レムリー殺すわスタート早いわ、でもサンナワンバク小僧。いや、美味しいの島だけのサンナ。いろいろな失敗はあったが、諦めず1対1をしてくれる敵さんを探していると、ついに彼らが現れる。お、来たかも、来たかも、来た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 、見てる見てる見てる、来た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 、こっちこっち、あ、来た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 、あっちだ、こっちこっち、おお、なに、先生堂々だということか、こっちこっちだ、一騎打ちじゃ、これこれこれ、で、よし、真ん中、なんとかジェスチャーで意思を伝えると、なんと一人の敵さんが場にある刀を手にした。今回はこの手のスプレーがスタート地点となり、タコちゃんの合図とともに試合開始となるが、果たして伝わるのだろうか。こっちこっち、ここここここ、あ、そう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 、ここ、あ、そうそうそう、すごい、で、こう座って、行くぞ、おー、来た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 、すごい、行けー、さあ、始まった、すごいすごいすごい、さあ、よしよし、すごいすごい、だが俺は上手いぞ。なんと、すべてが通じ、タコちゃんの合図で試合がスタート。いつの間に観客席も増設されており、最高の試合になりそうだ。すごいすごい、伝わってる、伝わってる、すごいすごい、頑張れ頑張れ、やばい、負けらんねえわこれ、頑張れ頑張れ、まあ、やばい、いけ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 、うまい、うまいうまいうまい、うまいな、うまいうまい、あーやばい、頑張れ頑張れ、ゾン、あ、頑張れ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 、わっちゃっ、よっしゃーやっしゃー、おめでとう、いや、すごい伝わったすげえ、すごいすごすぎる、よし、第2試合だ、第2試合だ、タコ、わかった、行け、任せてくれん、よし、次はこっちだ、
よし、任せてくれ。よし、あ、来た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 。あ、やば、私、ちょっと待って。待って、あ、じゃあこれを。オッケーオッケーオッケー、ありがとう。待って、あ、これもあげる。ありがとう、ありがとう。これも。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。なんと、この殺伐としたゲームなのにもかかわらず、敵さんの協力もあり、フェアな状態で2戦目がスタートしようとしていた。よし、okay? 行くぞ。はい、よーい、スタート、スタート。さあ来た。おー、すごいすごいすごい、すごい、ザコ行け、負けんな、やばい、ザコ行け、いいぞ、ザコ行け、あー、やだ、よし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 、やった、勝者勝者、勝者たこ焼き、オレンジ部の勝ちだ。よっしゃー、勝った、勝ったぞ、イエーイ、勝った。結果は2戦2勝でオレンジチームの勝利だったが、正直勝ち負けなんて関係ない。こんなにもゲームを楽しめる敵さんたちに出会えたことが満足度ビクロイなのだから。最後はやっぱ仲間を検討し合って、いやー、すげえ、すごいすごいすげえ、ありがとう、ありがとうね、できたよ、じゃあね、ありがとう、またね、すごい、すごかったね、すごすぎる、すごい、めっちゃ伝わった、めっちゃ伝わった、じゃあね、ちゃんと私の勝ちも伝わったし、いやすごいね、いやすごい、レッドカード出さずに済んだよ、いやすんだそういえば、よっしゃ、このみんな、いやすごい、感動しちゃった、ちょっとめちゃくちゃ話通じたね、これがフォートナイトだわ、いやほんとちゃんと私の勝ちに通じてたよ、いや通じたねよかったよ、またレッドカード出したくなかったからさあ行くぞ、いや最高、ちょっとビクロイトロー余韻がちょっと、バカ野郎、そんな余韻に浸ってる時間はないんだ俺らには、マジビクロイはもう目の前さ、そうだね、乗りな、俺の愛車だ、マジこれはいくらしたの、ん ?350万、マジめっちゃ高いじゃん、うん、ちょっと運転させてみて、え、やだよ、え、大丈夫大丈夫、ちょっと試し乗りだけ、試し乗りね、ありがとうやめて、おい乗るんかい、うんっといて、ああ俺もう、ああかわいそう、俺の保険入ってるから大丈夫だもん、保険入ってます、自分でやったやつは聞けません、保険、あ、降りちゃった、あ、確かに自分でやったやつは保険降りない、いやいや、やられたからちょっと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 ね、ちょっとどこ行っちゃうの、見てて、すごいよこれ、見よ、見てて、うん、え、すごい、え、すごいでしょ、技教えて、技目、技目はね、やってみて、ゴーダタケシ決まりましたね、ゴーダタケシ決まった、 S ランク、 S ランクの技、いや、やっぱ後半ゴーダタケシ決めれるのはタコさんぐらいですよ、でしょうね、やっぱフィギュアスケートも後半に決めるね、 S ランク技はね、得点高いですから、あ、そうなんだ、へえ、おいおいおいマジかよ、やった、撃たれたよ、え、スナイピーだ、あ、スナイピー、スナイピー、スナイピーやばいな、いるな、あそこだ、なんか光ってる、え、なんだあいつ、なんでみんなあんな光ってんの、なんであいつ光ってんだ、え、サスケだ、かっこよ、よし、なんであいつ、危ない、危ない、なんであいつあんな光ってんの、わかんないけど危ないとにかく、オッケー、任せろ、俺に任せろ、スナイパーやると光るのか、よいしょ、待って、スナイパーやったの、一人やった、一人やった、ナイス、お姉ちゃんすごいよ、今日の俺はマジで輝いてる、マジで輝いちゃってる、さすが意思疎通しただけある、やっぱりフォートナイトをね、うん、ガチで楽しんでるやつっていうのはそういうことよ、どん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 やればやるほどフォートナイトが上手くなっていく、うまくなってないな、どこにいる、もう、あ、いた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 、これスナイパー光るのか、これもしかして、スナイパー光るようになってるわ、これやばいな、おうまい、でもありがたいな、その仕様は、下手くそにとっては、いやでも、詰めないで、詰めた、あ、逃げ、あ、逃げてる逃げてる逃げてる、行くか、太刀で、太刀で行くぞ、ふわ、この太刀で、入れたぞ、オッケー、入れた、バシャー、あと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 ちょっとだよ、ナイス、オッケー、バシャーも、バシャーも行け、やった、待って、もう一人来たんだけど、マジで嘘でしょ、いや待って、さっきの子だな、あ、さっきの子、ダメだ、でもチーミングになってしまう、チーミングになっちゃう、オッケー、逃げろ逃げろ、最後に会おう、最後にな、最後にまた戦わせてくれ、剣で、最後に刀で会ったら、これは奇跡、奇跡だ、うわ、ここなんかいいな、千と千尋みたい、うわ、ここめっちゃいいじゃん、めちゃくちゃいい、めっちゃいいな、俺じゃこれ好きなんじゃない、うん、でも俺一番やっぱりあれが好きかな、江東区、
このトークね、このトーク大好き人間オレンジです。お台場みたいな感じで、そうもう本当に大好きなの、このトークフェチ。バウンティー来てる、大丈夫か。バウンティー来てるな、逃げよ逃げよ。でも俺温泉使ってるからごめんね。いいな温泉ね。やばい、てっくるよ。やめて、混浴じゃないから。あ、外れ。メノスイブでした。ピューっとね、ピューっと、バーわーしょーい。残り15人か、結構いるんだよね。あ、いるよ、ここ敵、やばい、やりに行こう。オッケー、ナイス。え、強くね。何もでも当たってないような。え、今当たったよ。嘘、飛んだ。どこ行った、どこ行った。一気に激浪にしたと思うけど。あ、いた、なんだと、刀使いだな、相手も。オッケー、60。で、そっち行こうか。やったやった、やった、やった、やった。うまっ。マジで剣強すぎ。任せろ。激浪、しかも。マジ？オッケー、任せて。オッケー、50。どこに？オッケー、レッツゴー。やば、マジでレッツピーじゃん。いや、いるな、近い。詰めてきてる、もしかして。あ、いるじゃん。33。うわ、マジ？うわ。やばいな、詰めてきてるけど。いや、無理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 。大丈夫か？危ね。ここに2人いるじゃん。タコさん、誰と戦ってんだ。俺と違うところと戦ってんな、これ。オッケー、一緒に倒したよ。ナイスナイスナイス。オッケー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 、もう一人行くわ。倒した倒した倒した。ナイスナイス、うまい。一緒に倒したよ。あー、逃げられた。ナイス、ナイスじゃないな。やばい、もう人がいすぎて。だ、そうなの。やばい。うえー、ごめん。そうでしょ。ちょっと待って、俺の命はもうないかもしれん。もういい、俺の命はいい。タコ、後ろにいる。ダメ、危ねえ。え、どういうこと。気をつけて、行け。あかん。あ、最後にあの子たちと会ってやりたかったんだけどな。いやー、本当に。これは完全に満足度ピクロ。いやー、素晴らしい。もうこれぞフォートナイトだわ。いや本当に、いやー、こんなに通じるとはね。うん、だってもうカマこれこれこれって振ったらさ、うん、伝わったよね。何その言い方。